はい、どうも、コミです。さて、本日は GS さんから見ていきたいというふうに思います。今日のテーマは花火ですね。花火といえば僕がもうこよなく愛する戦術なんですけども、スーパードラゴンというねユニットが登場したことによって、花火ってどうなのっていうね思いが皆さん結構あるんじゃないかと思うんですね。で、正直ね、これ強みと弱みがあると思うんですよね、このスーパードラゴンに対する花火って。まあ、そこをね、今日はお話ししていこうというふうに思います。で、まあ、合計3本リプレイ見ていきたいんですが、まずね、スパードラの花火、2本見ていきましょう。次に普通のドラゴンの花火も見ていきます。で、これですね、スーパードラゴン7体使ってますが、まあ、僕6体にすることもあるかな。ロケットバルーンを入れたりとかはすることもあったりするし、あとは、まあ、スーパーウォールブレイカー入れたりすることもありますね。で、ジュンクさん、これはもう、キングクイーンでサクッと上側をこう削っていって、一気にドラゴン面展開からのトームですね。で、ライトニングの呪文でここにあるね、なんだ、エアスイーパーを追って、ちゃんと突撃感がタウンまで届くようにやってます。インビジからのクローンレイジで一気にここを突破していくわけなんですけども、こんな感じでね。クローン2個使うとやっぱ強いね、あの花火。威力がとんでもないですね。周りを一網打尽にしていっちゃうわけなんですけども、あのね、これね、2つ、気をつけなきゃいけないポイントっていうのがあります。今回のジュンクさんのこのパターンって、真ん中にこうドラゴンがドーッと向かってるんじゃないですか。これがね、作れるんだったら、全然スーパードラゴンの花火っていうのは、いけます。やれるんですね。やれます。むしろ、これができちゃうとすげえ強いんですよ。真ん中にドラゴンが入れられたらめちゃくちゃ強い。なんだけど逆に、真ん中にドラゴンが入んなくて、周りに全部それちゃうようなことがあると、とんでもない、大事故になってしまうのが、このスーパードラゴンの花火です。なんでかっていうと、スーパードラゴンってスーパーユニットなんですよね。まあ、当然こんなこと言うまでもなくスーパーユニットなんですけど、花火をする上でね、すごくね、便利なスーパーユニットが2体いるんですよ。何かっていうと、スーパーウォールブレイカー。これプラスのロケットバルーンなんですね。で、場合によってはインフェノドラゴンっていう手もあります。まあ、これはね、スーパードラゴンが出てきたんで、別に、ドラゴンプラスインフェノのドラゴンっていう組み合わせを、あえて選択しなくても、スーパードラゴンにしちゃえば、インドラの価値っていうのは、少し以前よりも、まあ、下がったかなというところはあるんですけど、まあまあ、シーで言えば、シングルインフェが多い環境だと、インドラの方が強いかもしれないですね。スーパードラは結構やられやすいんで。まあ、っていうのがありますが、まあ、そんなところなんですよ。で、今回、ジュンクさん上手いのは、このアーチャークイーンがね、ちゃんとね、最後まで生き残るルートが作れてるんですね。これが上手いんですよ。こういう風にならないルートもあったりします。例えば、ここにね、ここに、投石機があって、で、ババキンがいるみたいなパターンになってくると、そこの周りをこう、アーチャークイーンとキングがぐるっと回ってるうちに、投石機からバンバンこう撃たれて、アーチャークイーンがやられちゃったりするんですね。そういうケースに陥る場合には、スーパーボールブレイカーで壁壊して、今言ってるようなところの、投石機とかをこう殴っていかなきゃいけない。なので、ヒーローをね、これ最後までちゃんと生かす、クイーンを、まあ、最後まで生かすことができるかどうかっていうのが、この花火のめちゃくちゃ重要なポイントなんですけども、それができないようなルートしか描けないんであれば、スーパードラゴンを使ってしまうと、厳しくなってきます。で、ロケットバルーンをさらに使いたくなった場合には、スーパーユニットで3体になっちゃうから、なんか1個つなきゃいけないんですよね。ロケットバルーンだけでいけるかどうか、スーパーウォールブレイカーだけでいけるかどうか、いけるかどうかっていうのは、ドラゴンたちを真ん中に流し込むことができて、かつクイーンを最後まで生かすルートが作れるかどうか、この2つです。ここを吟味した上でいけると思うんだったら、この戦術は強い。だけどいけないと思ったら、やばいです。普通にね、この村のど真ん中のこういうところのインフェルノとかが残っちゃって、そいつが無双してね、クイーンとかドラゴン全部やっつけちゃうっていうパターンがよくよくあるので、まあ、それを本当に気をつけた方がいいと思います。これ本当はね、失敗リプレイがあったらいいんですけどね、失敗リプないんですよね。申し訳ないな、ちょっと。上手い人のアタックばっかになっちゃうんでね、ちょっと前回ばっかで、なんか、弱いパターンっていうのがね、見てもらえないんですけど。これね。さあ、今回、ヨミーさんのアタックですね。これも、ここのね、エアスイーパーのところらへんに花火を炸裂させるって感じですね。ライトニングで、エアスイーパーを追っていってからの花火っていう感じ。で、スーパードラゴンをね、こちらの、11紙面から出していって、で、アーチャークイーンとバーバリアンキングは、ここね、ここに入れてきますよね。だからこれなんですよ。ここに壁を開けて、ここに流し込んでいくんですね、ここ。流し込んでいくからこそこれが通用するんですけど、もしもここで、ロケットバルーンを使わなきゃちょっと厳しいなっていうような場面になってしまった場合に、これができなくなっちゃうのでやばいんですよ。
はい、ここね、インビジからの、クローン2発のレイジ、さらにインビジ重ねていって、このクラン城もね、中から援軍出てくる前にこうぶち壊していきます。さらにタウンホール壊すっていう感じ。これがやっぱね、できるとすんげえ強いんだわ、花火って。さあ、ガンガンに押していきます。こんな感じね。やはりスーパーボールベーカーをつけていって、アーチャークイーンを壁の中に誘導していきますね。クロークを吐いちゃうんですけども、しっかりこれで投石機を壊していくことができましたという格好ですね。ほら、これでもう真ん中がないじゃないですか、この辺の真ん中が。この真ん中がないから、あとは、これでね、アーチャークイーンがちょっとこれかなり厳しいんだけど、あのロイヤルチャンピオンをね、しっかり助けてあげることによって、生きながらえてますね、これ。ちょっとね、ここのユニコーンが早々に起こっちゃったのがまずかったけど、まあ、これで起こっちゃったか。まあ、でもまあ、最後ロイちゃんが締めてくれましたね、こんな感じで。はい、いうところですね。今言ったこのスーパーウォールブレーカープラス、ロケットバルーンが、持っていけないっていうのがこのね、花火の欠点になるので、スーパードラゴンを使った場合そこですよね。それがなきゃダメなのか、なくてもいいのかっていうところの見極めがすごく重要です。はい、やっぱアチャックイードね、ユニコーンの組み合わせが途中で起こっちゃうと結構ユニットがカスカスになりますね。まあ、ロイちゃんが体力満タンで生き残っちゃいるもののね、防衛がまだ大砲とかレベル上がってない中でこんだけカツカツになっちゃうっていうのは、やっぱりアチャクイのね、最後で生存するかしないかのところの差が大きいのかなっていうふうに思います。いや、でもうまいですね。あのドラゴンをね、やっぱしっかり真ん中に流し込めるっていうのがうまいな、あのユミさん。うん、このパターンでいけば、ここですよね。この面から出すことによってキングクイーンでこっちをカットしていって、で、ずわーっとこうね、流し込んでいく。で、まあ、多少こっちにも取れるんだけど、まあ、こう、末広がりにはなるものの、こういう風に、ね、広がってしまいはするものの、まあ、中央部分、この辺まで、破壊することができちゃえばどうってことないので、まあ、それをね、意識してドラゴンを、展開していったんじゃないかなっていう風に思いますね。これうまかったです。では、ちょっとね、関西クラクラクラブの方にも戻って1本ね、見てほしいアタックがあるんで、こちら行ってみましょう。はい、こちらですね。チャピリさんのアタックですね。チームリベラルさんのアタックなんですけども、これね、この面からドラゴン出していきます。ここね。ゴーッと当てていくんですけども、序盤にやっぱね、シングルが2本あったりする場合には、やっぱちょっとね、厳しいですね。あとこれ、ロケバル使ってんじゃないですか、ロケバルを。こういう風にロケバル使いたい場合っていうのは、スーパーウォールブレイカーが使えなくなってしまうね、スパドラ入れると。なんで、そこが少しやっぱディスアドバンテージかなっていう気はしますよね。こっち側の対空砲を1本これで折っていったんで、そうすることによってもドラゴンの面がね、だいぶこう狭くすることができます。で、しっかり中央部分にドラゴンが向かうルートも作っていくという形になってきますね。逆サイドはアーチャークイーンで削っていくっていうところ。で、まあ今回別にウォールブレイカーいらないのでね、あの別になんだろう。スパドラでも良かったんですけど、おそらくこのシングルインフェルノ2本あるっていうところを見越してドラゴンにしたのかな。まあここはやっぱ数が多い方がいいっちゃいいですよね。トームをかけていって、しっかりタンホールのところで炸裂させて花火を当てていくという格好ですね。で、シングルインフェルノがあるので、まあ、多少ね、ドラゴンがこう1体ぐらい焼かれても、あと数で押し切れちゃうっていうのがまあ強みですかね。このまま一気にタンホール周辺を壊していきますと。これね、シングルがほら、こう焼いてくるじゃないですか。これね、スパドラがね、ここに食らっちゃうと結構痛いんですけど、いや、これすげえなっていうか、花火を分割して使ってんのか。こんな付け方をする人あんま見たことがないですね。これは面白いな。で、まあ、そのまま中央部分を殲滅していくという格好ですね。シャピリさんのこの花火面白い。なんかこの風に、少しね、場所をずらしましたね。ここに一発花火打って、ここに一発花火打ってっていう風に。ワン、ツーっていう感じですかね。そうすることによって、ここの投石とロイヤルチャンピオンをきっちり、スパゴで処理してきましたね。で、最終的には9時方面に全員集結して、締めていくという格好ですね。と、まあ、いうところです。シングルインフェルノがちょっと多めで、スパドラ厳しいなっていう場合だったり、スーパーウォールブレイカープラスロケットバルーンを使いたいなっていう場合、そういう場合にはもうドラゴンにしていった方がやっぱいいと思うし、無理にね、スーパードラゴンのまあスペックは高いんですけど、あのご利用しで使っていってうまくいくかって言ったら決してそうではないのは、自分でやってみて僕もよくわかってますんでね。ちゃんとドラゴンのルートを作って真ん中にドラゴンを向かわせられるかどうかっていうところがすごく重要ですから、まあ、それにね、見合った、カットをするための、ロケットバルーンの、必要性、あとは、最後までアーチャークイーンを生き残らせられるかどうかっていうところで、ね、スーパーウォールブレーカー使ってどっかの区画壁の中に入れていかなきゃいけないんじゃないかっていうところ、そこの吟味ですね。これをしてみて、どっちか片一方でいいなっていう場合にはスーパードラゴンを使ってもいいと思います。
両方ないときついなっていう場合にはドラゴンとあとまあドラゴンライダーの、ね、組み合わせでいくのが僕はいいかなというふうに思いますんで、全然ねあのドラゴンライダードラゴンよりも、スパダラを使った方が、まあ、簡単だし、スペックは高いし強いんですけど、それがちゃんとね狙ったところに進んでいってくれなかったらもうそれこそ宝の持ち腐れじゃないけどになってしまうんでね、気をつけてどんな場面にもスパダラさえ使えば一番それが強いんだっていうふうに思わずにね、使い分けていくことが、まあ、大事かなというふうに思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。はい、ということでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますけども、僕のチャンネルこんな形でクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タウンホール14から12まで幅広く扱っておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。